県と鹿児島市のまさに一丸となった取り組みが必要不可欠な新たなスタジアムについてお伝えします。県サッカー協会と県ラグビー協会は塩田知事と鹿児島市の下鶴市長を訪ね、スタジアム建設の早期実現に向けた要望書を渡しました。今日午後、塩田知事を訪ねたのは県サッカー協会の西原和幸会長と県ラグビー協会の渡辺城会長です。中心市街地でというお願いはさせていただきたいんですが、それ以外はどこの場所がいいというところよりかもですね、やっぱり今の設備だとどうしても我々のスケジュールだったり、あとは大会がですね結構いろんな大会を我々も催したいところがなかなかできていないというところもあるので、そういった意味だと場所はもうオール鹿児島で県の皆さんと市の皆さんとご相談いただきながらですが、できれば早くぜひお願いをさせていただきたい。白波スタジアムの設備では大規模な大会を開くことが難しいなどとして、専用スタジアムの早期の整備を要望しました。県有地、市有地、民有地、いろんな可能性があろうかと思いますが、そこは県も市も一緒になって検討していきたいと思います。鹿児島市は新たなスタジアムについて鹿児島港本港区の北ふ頭を候補地としていましたが、早期の整備には時間軸に課題があるなどとして断念し、候補地は白紙に戻っています。西原会長らは下鶴市長も訪ね、一日も早い整備の実現を求めました。子どもたちのために夢が見れるような、本当にこのスタジアムでやりたいというような、もう聖地になるようなスタジアムをぜひ建築いただきたいということで、重く受け止めたいと。ユナイテッド FC の J1 ライセンスの件に加え、この子どもたちの憧れの場所新スタジアムの早期整備に向けて、引き続き県と緊密に協力をしながら取り組んでまいりたいと。下鶴市長は新たなスタジアムの必要性について思いを新たにした、オール鹿児島で早期の整備に向けて取り組みたいと述べました。鹿児島県サッカー協会の西原会長が日本サッカー協会の副会長に就任することで、このスタジアムの整備の議論も一気に加速するのではないか、そんなふうに期待されている方も多いかもしれませんよね。一方で今年は県知事選挙、鹿児島市長選挙が予定されています。塩田知事も下鶴市長もこのスタジアムの問題が争点化されることは避けたいと考えているのでは、そんな見方もあるんですよね。ですから今年はこのスタジアム整備の議論、道筋が見えてくるかもしれません。いずれにしても県と鹿児島市の向き合いが欠かせない問題です。引き続き注目です。